今朝、十勝の幕別町にある和菓子工場で火事があり、従業員の男性が煙を吸って軽いけがをしました。警察と消防によりますと、今日午前7時半前、幕別町緑町の十勝大福本舗の工場で火災報知器が作動し、消防に通報がありました。駆けつけた消防隊によって火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で工場の内部の一部が焼け、従業員の男性が煙を吸って軽いけがをしました。工場の内部にある洗浄室付近の焼け方が激しく、警察は電気系統のトラブルが出火原因とみて詳しく調べています。